お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。本日ですね、私がいつも愛用しているメイクアップフォーエバーさんの最強に落ちにくいリップと最高に機能的なマスカラを新発売するということで、先行発売イベントに招待していただきましたので、そちらの様子を今回速報でお伝えしていきたいなと思います。これなぜ速報であげるかっていうと、実はこの先行発売イベントは7月の15日から7月の24日までメイクアップフォーエバーの銀座6店で行っているイベントになりますので、こんなイベントやってるなんて知らなかったよってならないようにですね、いち早く皆さんにお伝えしたいなと思いまして動画を撮影しております。もう本当に私のこのチャンネルをねご覧いただいている皆様は、私が落ちにくいリップ大好きなのご存知ですよね。もう本当にもうめちゃくちゃ落ちにくくて、でなおかつこうシワっぽくなったりこうモソモソしたりするような感じじゃない落ちにくいリップが今回ね発売されるんですよ。この最強のリップと 2way の機能的なボリュームも作れてダマになりにくくて、カールキープもできるっていうマスカラが全国発売は8月になっているんですが、銀座6店では7月の15日から24日にかけて先行発売イベントをね行うということになりますので、いち早くね新製品が気になるよという方はもうぜひチェックしていただきたいイベントになっております。じゃあこのイベントをねどんな感じでやってるのかなっていうのを早速ご覧いただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。プロフェッショナルマスカラ1本のマスカラにブラシが2本ついてるね。本当にもうかわいいですよね。これもブランドヒストリー混ぜながらご紹介させていきたいと思うんですけれども、まず最初にご紹介させていただくのがカルジャーティストラマ。かわいいですね。カルジャーティストシリーズってこちらが発売になって3種類になるんですけれども、このルーズアーティストシリーズっていうのはもともとは全製品そうなんですけど、メイクアップアーティストとコラボレーションして作られてて、かなり耐久性にも高くて、よく耐久テストしましたって言うじゃないですか。あります。拷問テストって言うんですか。すごい拷問に拷問を重ねて、生き残りたちがこの子たちになります。ちょっと塗るとき見ていただきたいんですけど、はい、面白くないですか。ひずめ型、あ、ひずめ、あ、確かに馬のひずめ型で、ここがまあ、ちょっと雫型に、穴が開いてるんです。そうなんです。本当にひずめで、ひずめ型がすごい広い目なんで、はい、唇にこうちゃんとこうフィットしてくれて、はい、穴が開いてるところがちゃんと液体を、こう、そうそうそう、キャッチしてくれて、そうなんです。なるほど、塗りやすそうですね。すごい均一に塗れますもん。そうなんです。さやかさんがこんなに気さくな方だと。まあ、すごい嬉しいです。本当ですか。なんかすいません、一番一人で喋ってるので、私もなんかショーとかやってる。あ、そうですよね。孤独な孤独な一人の喋りみたいな。これ銀座6限定で400で買うんです。あ、はい、あ、もう真っ赤って感じですね。銀座6って感じ。銀座6って感じですね。メイクアップエヴァの真っ赤です。本当ですね。マットなんですけど、うんうん、すごい塗り心地が軽くって、うんうん、マット特有のモサモサ感とかパリッと感というのは一切ない。厚みがあると出ますもんね。そうなんです。で、重ね塗りしてもそうならないですし、食べても飲んでもマスクにもつかない。さすが拷問。そう、拷問拷問勝ち抜いてるんで。そうなんです。大好きです。はい、ありがとうございます。全然取れないです。よかった。安心しました。すごい。いつもこうヒヤヒヤしててこう横で。あ、本当に落ちて取れないんですけど、あの、もし取れちゃったらどうしようとか思っちゃうんですけど、大丈夫です。ルージャーアーティストフォーエバーマットの発売を記念しまして、ファインドマイ MLBB 診断、リップ診断っていうのやってて、マイリップバットベター、自分の本来の口をより美しく見せるリップっていうのをメイクアップフォーエバーエキスパートが選ばせていただいておりまして、唇は形だったりとかブルベイエベとかニュートラルとか肌のベースカラー、お好みの仕上がり、まあ、どのシーンで使うとか、お好みの挑戦してみたいカラー、あとは質感などでこうぴったりなものを3本セレクトさせていただいておりまして、3本
めて使えたらもう一生共にできるようなリップの診断っていうのをさせていただいてるんですけれども、もしよかったらあ、ぜひやってみてくださいこちらご記入ください。これ1本で2本のブラシが付いてるマスカラで、この面白い形はですね、このダニーがいつも持ち歩いてた、ダニーって化粧品の工具箱に入れてたんですよ。そうなんです。その工具箱といえばドライバー。確かに。そのドライバーからインスパイアされたダニーの精神を継承しているツールとなっておりまして、小さいブラシでリフトアップが変わると、セパレートをしてくれるマスカラで、メイクアップアーティストがよくやるこうビューラーをしてからスクリューブラシでこう 毛先をこう整えるといいますか、一本一本きれいにするっていうルーティンからインスパイアを受けたブラシと、次ボリュームブラシになっておりまして、ピグメントがもう黒よりも黒い漆黒なピグメントなので、すごい濃さがしっかり出ます。ダマにもならない。であと時間経過してもポロポロ落ちてこない、はい、っていう。これ液が入ってるのは違う液体？違います。こっちは軽量、すごい軽いタイプ、落ちてこない、なんかもうつけれすぎちゃって、もともとすごい綺麗についてるんですけど、もっと奥までいきます。ここにこの毛いたんだみたいな、あんまりそうところにもちゃんと拾ってくれるので、うんうん、すごいセパレートがわかるかなと思います。あ、すごい見えるのかな1番つけてこう2番目のこのボリュームつけるっていう使い方なんですけど、つけ方によっては例えば2番つけてから1番つけるとか、そうすることでボリューム出してからこうちょっと溶かす、ボリュームに下げたい人はボリュームのタイプからつけてセパレートをつけたり、そうなんです、いろんな使い方ができるっていう無限のこうプロティップスがあるものになってます。ちょっと今ボリュームつけたんですけど、はい、さらにこうバッチバチな本当ですねなったんじゃないかなと思います。おー、はい、すごい。こんな感じでありがとうございます。はい、というわけで、銀座シックス店さんにね、お邪魔させていただきまして、天竺メイクアップアーティストの有香さんにたくさんね、タッチアップだったりとか店内のね、案内をしていただきました。本当にありがとうございました。アーティストね、皆さん本当にめちゃくちゃおしゃれで優しくて、なおかつもう店内もめちゃくちゃおしゃれですね。やっぱりこういった内装っていうのはもう銀座シックス店だけになってるので、こういった空気感をね、味わいながらアーティスティックな空間でお買い物したいよっていう方は、ぜひね、銀座シックス店足を運んでみていただきたいなと思います。こういったね、イベントだけではなくて、イベント期間限定のギフトもあるみたいなので、お買い物も検討されてるよっていう方はこちらですね、この期間中に対象の製品を含んだ税込み9900円以上の製品をお買い上げいただいた方は、メイクアップフォーエバーのオリジナルポーチとアイライナーのデラックスサイズ、そしてメイクアップフォーエバーの可愛いリップのロゴシールがもらえるようなので、この新製品買いたいんだけどいつにしようかなと思ってる方は、せっかく買うなら、ギフトをゲットできるこのタイミングすごくいいんじゃないかなと思いますので、ギフトも気になるなという方はぜひこのイベントの機会にチェックをしてみていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回は8月全国発売になる新作リップとマスカラの先行発売イベントの速報をお伝えさせていただきました。はい、ぜひね、こんな動画いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そして今回の新作リップは全色ねご提供いただけましたので、唇につけた
仕上がりというのも、別の動画でアップしていきたいなと思いますので、スウォッチじゃなくて唇につけたのを見たいよという方はそちらの動画を楽しみにお待ちいただければ嬉しいなと思います。皆さんがどんな色を選んだよとか、どの色気になるよっていうのあればコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、というわけで今回もおまけのコーナーをやっていきたいなと思います。はい、おまけのコーナーはこのね、私のこの顔にね、一体何を使ってメイクしてるのかいっていうのをご紹介するコーナーでございます。で、今日ですね、このイベント行ってきてマスクしたり取ったりとかね、いろいろした上でベースメイクはね、全くお直ししてないです。チークもお直ししてない状態になります。さあ、この鉄壁のねベースは一体何を使ったのかというのをまずご紹介させていただきます。まず一番最初の下地はステップワンプライマーのハイドラブースターというジェル状の高保湿な下地を使って乾燥肌のね土台を整えております。長時間やっぱり綺麗な仕上がりをキープするためには、土台が長時間乾燥しないようにしておくっていうのはすごく大切になってきますので、まずはこちらで土台をしっかりと保湿をしておきました。テカリが気になるよっていう方でも使えるようなさっぱりとした保湿感なので、特にね夏の時期も乾燥するけどあんまり脂っこくなりたくないなという方でも安心して使える保湿下地になってます。そしてお次に UV プライムの SPF50 のこちらの日焼け止め下地です。やっぱり暑くなってきましたし、今日ね雨降ってて曇りだったんですけど、やっぱり日焼け止めのケアっていうのはすごく大切になるので、日焼け止めケアとしてこちらを使いました。出すとね白っぽい下地なんですけど、トーンアップするような感じで肌を明るく見せてくれるようなものになっていて、ビタミン E が配合されているので酸化防止効果があるので、時間が経った時の着ぐすみしてしまうとか、そういう酸化で崩れて見えてしまうっていうのを防げるような保湿もできる日焼け止め下地になってます。日焼け止め入ってても油っぽさはあんまりないタイプの下地になってます。はい、そして本日はファンデーションとしてこちらのファンデーションのように使えるコンシーラー、マットベルベットスキンコンシーラーの 3.5 番をお顔全体に使いました。もうね本当にね鉄壁なんですね。でなおかつカバー力がねめちゃくちゃ高いんですよ。なので、私はこうメイクも濃いのでカバー力結構高めが好きだよということでこちらを使ったんですが、鉄壁で素肌感出したいよっていう方はこっちの方が使いやすいかなと思いますので、自分のお好みに合わせてチョイスしていただけるといいかなと思います。でお粉は本当にちょっとしかつけてないんですけど、こことあとはこの辺ですね、こうちょっとテカリとか気になってしまうような部分につけていて、今ライトが当たっててちょっとツヤっぽく見えてる感じがあると思うんですけど、これねサラッサラなんですよ。全然ツヤツヤしてなくって、こう時間が経った時のこう外の湿気だったりとか、まあ、肌から微妙に出る皮脂だったりがいい感じに馴染んで素肌っぽいツヤが出てるような状態になってます。なんでライト消すと普通にソフトマットくらいに見えるので、めちゃくちゃ健康的に見えるような状態ですね。さあ、そのお粉何を使ってるかというとこちらですね。もう鉄板すぎてねまたかーいっていう感じだと思うんですけど、ウルトラ HD ルースパウダーですね。やっぱりね本当に崩れにくいんですよ。もうめちゃくちゃ崩れにくいんですけど、やっぱり皮脂に対応しているものってすごく多いんですが、これはねミネラルパウダーなので乾燥にも対応してるんですね。乾燥しにくいのに皮脂にも対応してるみたいな感じで、いいとこ取りな粉になってるので、乾燥肌で粉っぽくなりたくないけど夏の崩れ対策したいっていう方はすごくいいですし、皮脂がね気になるよっていう方でも使いやすいものになってますので、この湿気の時期なんかはねお粉で肌のトーンだったりとか時間が経った時のこう着ぐすみする感じっていうのがかなり変わってきますので、そういったものが気になっている方はねぜひチェックをしてみてください。でアイメイクはこちらのアクアレジストスモーキーシャドウの2番ココアというカラーをまぶた全体につけてスモーキー感をプラスしてます。でこれを全体につけた後、こちらのアイシャドウですね、カプチーノというカラーを全体に重ねて、ブラウンの深みをプラスしています。で今日のノーズシャドウと眉パウダーと周りのぼかしはこの真ん中のミルクティーというカラーですね、こちらを使ってます。そしてこの黒色の部分はこちらのウォータープルーフのアクアレジストカラーペンシルの黒色ですね、こちらを使ってます。もうね乾く前はめちゃくちゃぼかしやすいんですよ。ぼかしやすいんですけど乾くと本当に死ぬほど落ちにくいっていうシリーズなので、最強のウォータープルーフシリーズですね。このアクアレジストっていうシリーズはね本当に最強の落ちにくいシリーズになってます。リキッドライナーはこちらのアクアレジストグラフィックペンという、もう本当ににじみしだぐなリキッドライナーですね。もうこういう湿気の日なんかはね本当にこう下に映ってきちゃったりしない
ないようにするっていうのがとっても大事になるんですけど、アクアレジストシリーズにしてたらまあとりあえず問題ないかなという感じで、最近はよくこれ使ってますね。でチークはこちらのアーティストフェイスカラーの S114 番のシャモアというカラーですね。こちらを使ってます。本当にね粒子がすごく細かくて滑らかなので、ふわっと溶け込むように仕上げやすいチークになってるかなという感じですね。アイライナーとアイシャドウこのくらい落ちにくいですね。めちゃくちゃ落ちにくいです、乾くとね。はい、こんな感じです。で今日のここのハイライトですね、こちらはプログローの1番パーティーローズという、光るとピンクパールっぽくなるこちらのハイライトですね。もうここのツヤとかここのてっぺんのツヤですね、チークに少しかぶせるような感じで、まるでこうチークにもツヤが出てるように見せてくれるような感じの、あの上品なツヤ感のハイライトになってます。今ライトが当たってるんで結構強めなツヤに見えると思うんですけど、自然光で見ると上品なテコンテコンじゃないツヤになりますので、あまりこうピカピカしたくない方でも使いやすいハイライトになってるかなと思います。はい、そしてですね、リップなんですけど、実はですねリップはこちらのルージュアーティストフォーエバーマットの192番ですね、早速使わせていただきまして、唇にのせてみたんですけれども、いかがですか？本当に落ちにくいんですよ。でなんかね厚み感とかないの分かりますか？こうつけてる感じが本当に軽くて、こう全然こうやってやっても全然つかないんですね。綺麗につけるコツは薄くつけるっていうところがねすごい大事になりますので、あのいっぱいつけたくなっちゃうんですけど、あのいっぱいつけるとね乾きにくくなるし、薄くつけるような感じで試してみていただけたら嬉しいなと思います。まつげ、上のまつげはねちょっとつけまつげしちゃってるんですけど、下のまつげは今日のねこちらの新作のマスカラ、プロフェッショナルマスカラをアリカさんにつけていただいて、下まつげですね、こんな感じになってます。本当に、ね、軽やかな感じで、チップの薄い、チップが小さい方からつけて、その後ボリュームのタイプをつけて太さを増すような感じで仕上げているという感じになっております。アイブロウは先ほどのミルクティーというパウダーで土台を仕上げた後に、こちらまたまたですねアクアレジストシリーズのブロウですね、アクアレジストブロウフィラーという太いタイプのねペンシルですね、こちらの20番を使って眉の、まあ、3分の1くらいですねパーッと塗りまして、ブラシで軽くぼかして仕上げてます。太いタイプはね時短になるんですよ。めちゃくちゃバーッとこう塗るだけで仕上がりますので、時間がない時とかもうパパパッと行きたい時、あとはめんどくさい方はこの太いタイプが使いやすいかなと思います。同じシリーズの細いタイプのペンシルで同じ色もありますので、細いのがいいのか、まあ、太いのがいいのかお好みでチョイスしていただければなと思います。眉マスカラも同じ色ですね、アクアレジストブローフィクサーの20番こちらを使ってます。チップが極細でねちっちゃいので、ダマにならずにしっかりとこう毛に絡めて仕上げられるようなものになっていて、もうこう立ち上がり感がめちゃくちゃ出るんですよ。ワックスで固めたような感じでシャキッとなるんですけど、柔らかい感じなのであんまりこう触っても動かないような説得力があるようなものになっております。はい、そんな感じですね。はい、というわけでおまけ終わりです。バイバーイ。